今日の論文は、カンナビジオールプリスクリプションというもので、ニュージーランドでは2017年から CBD が医療の分野で許可されてきました。それ以前は麻の製品でしたので、大麻と同じくくりになっていたんですが、2017年以降は THC という、精神作用のある成分が 0.2% 以下のものは CBD は医薬品として処方することが可能となってきました。そこでニュージーランドで処方された、ケースが400件ほどありますので、そのケースがどのような効果があったか、でどういう人々に処方されたのかというふうにまとめた論文です。まずどういう方々に、処方されたかといいますと、4つのグループに分かれています。1つのグループが痛みがある患者さんですね。でもう1つが、メンタルの部分、心の、病気といいますか、風邪をひいたような、そういった方々のグループです。で、神経疾患ですね、認知症であるとかパーキンソンであるとか、そういう方々、もしくは、がんの方々の4つのグループに分かれています。その人々が痛みが181名、メンタル系で64名、で神経の方で60名、で、がんの方で92名です。で、そういう方々に対してアンケートを行いますが、そのアンケートは EQ5D5L というもので、これは生活の質、QOL を測るアンケートになります。で、このアンケートを取りまして、ビフォーアフターで改善があったかどうかというのを調べてきました。で、この EQ5D5L という、アンケートは何を聞いているかというと、一つは、移動の程度です。どれだけこう移動することができるかですね。そしてもう一つが、身の回りの管理がどれだけうまくやっているか、そして普段の活動が、活動的かどうか、そして痛みや不快感があるかどうか、そして不安や塞ぎ込みがあるかどうかというこの5つのカテゴリーで、質問をします。その結果なんですが、ここに、カテゴリーを作って、マトリックスを作ってみました。痛みの方々は、移動の程度、身の回りの管理、そして痛み、不快感、不安、塞ぎ込みの分野で改善しました。これは、統計的な有意差がある改善です。そしてメンタルの部分の方々を見ると、日々の活動がより良くなった、で痛みや不快感というのがなくなってきた、そして不安や塞ぎ込みがなくなってきたということで、メンタルの方々というのはこの不安と塞ぎ込みが多いんですが、そこがこう少なくなってきた。で、神経疾患、認知症に関しては、この期間では差は、統計的な差はありませんでした。で、がんの方々というのは疼痛がありますが、そのがんの痛みや不快感がなくなったということです。で、こちらの方で処方された量なんですが、1日 100mg を取ってくださいというふうに言われています。そして、その100mg を取ったかどうかというコンプライアンスが実はあまり良くなくてですね、人によっては40しか取っていない、人によっては 300mg 取っているというふうに、少しこうバラバラではあります。しかし、痛みの方々はちゃんとこう痛みが良くなっているし、メンタルの方々はちゃんと不安や塞ぎ込みが良くなっている、そして、がんに関しては痛み不快感がなくなっているということで、統計的にもそれはうまくいっているということが分かりました。このように、CBD というのはもともと、このように処方されはしますが、何かの特効薬という薬ではないですね。酵素を阻害するような、ある特定の疾病に関係するものではなくて、カンナビジオールは、カンナビドイド、エンドカンナビドイドシステムに変わって、私たちの体のバランスを整えてくれるという力があります。そういうことで、このように幅広い効果が見られたということが分かりました。